はい、すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、誰かわかんないです。後半戦で取られてしまったんですけども、諦めずに最後まで惜しみなく走れたと思います。地元の応援と、それからチーム一枚となったチーム力も含めたと思います。本当に茨城県の高い社員の中で決勝戦まで来れたっていうのは、本当に仲間のおかげ、スタッフのおかげ、本当に応援しに来てくださっている地元の皆さんのおかげだと思うので、2位っていう結果を出せたのは本当に良かったのかなと。ようやく取ったぞー。 いや、 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 い